ボーティガンとは、古世紀、サブローマン、ブリテン時代のブリタンニアに存在したと伝えられる、ブリトン人諸行。ボーティガンとも記載され、英語では、ボーティジャーないし、ボールタジャーンとも記載される。当時ブリトン人が支配していたイングランドと対峙する、スコット人、ピクト人に交するために、ヨーロッパ大陸から傭兵として、サクソン人を、ケントの地に招き入れた人物として知られる。 しかし彼の行動は、サクソン人のイングランドへの移住、信仰、先住者ブリトン人との抗争を招き、争いに敗れたブリトン人は、ウェールズの地に敗走することとなった。彼の名は6世紀の修道士ギルダスの、ブリトン人の没落の23章に、ガースリジャーンという名で、サクソン人をイングランドに招き入れた傲慢で見識のない王として書かれている。そして八世紀には、 ノーサンブリアの歴史家ベーダ・ベネラビリスが著書イングランド教会史に残しており、旧世紀のウェールズに生きた修道士年ニュースのブリトン人の歴史にその存在が記されている。また七王国時代における重要な資料であるアングロサクソン年代記の449年の項目にも言及され、七王国時代が終わった時代にも十二世紀の歴史家モンマスのジェフリーが残した。 ブリタニア列王氏にその名は残されている。彼の存在は文学的にも注目され、前述のブリタニア列王氏にその名が見られたことから、アーサー王伝説の登場人物の一人として取り上げられることとなり、さらに後年になって、シェイクスピア外典の題材としても取り扱われている。サクソン人の信仰を誘発した人物として、古くから名が記されていることから、 歴史の流れにおいて、彼の役割をした人物は存在すると考えられているが、私的人物としてのボーティガンの実在性ははっきりとしていない。ありがとうございます。